バベルマイナス -17 はアメリカ合衆国の SF 作家サミュエル・アル・ディレーニーによる1966年の長編 SF 小説。1967年にアルジャーノンに花束をとともにネビュラ賞長編部門を受賞し、また同年ヒューゴー賞の最優秀小説賞にもノミネートされた。人類を含む3つの生刊種族からなる同盟と他の4つの種族からなるインベーダーは、 長い戦争を続けていた。同盟に対する破壊工作が行われる直前に、必ず記録される謎の通信は、バベルマイナス17と名付けられたが、誰も解読することができなかった。天才的な言語学者で著名な詩人でもあるリドラ、ボンは、その解読を依頼され、敵がどうやって戦略的拠点に侵入しているのかを調べるため、宇宙船、乱暴号と、 多彩な乗組員を雇用する。船内にいると思われる裏切り者の妨害工作に悩まされながらもリドラは探索を続ける。乱暴号の一行は、インベーダーの次の標的と思われる宇宙ステーション、アーム設置製兵器商に到着する。兵器商庁のベルドルコ弾尺に艦隊を受ける一行。職員の慰労を兼ねた歓迎パーティーの最中、誰も知らずに起動していた。 人造人間 TW-55 によって男爵が暗殺される。乱暴号に対比する一行だったが、妨害工作によって、跳躍目標を定めずに調整し空間ジャンプが行われ、意識を失う。リドラたちが気がつくと、シャドウシップ、ジェベル・タリク号に保護されていた。船長のジェベル・タリクは、リドラと一行を歓迎する。ジェベルの副官ブッチャーは奇妙な男だった。 リドラは、バベル -17 の辞書を完成させ、バベル -17 で施行することができるようになる。インベーダー戦艦との遭遇戦を、バベル -17 により施行で勝利するが、ジェベルタ陸号は、損傷を受ける。リドラ一行はブッチャーを加え、ジェベルタ陸号の戦闘艇を盗んで、同盟軍本部を目指す。リドラはブッチャーが、私とあなたのない言語を話していることと、それが、 バベル -17 と同じであることに気づく。リドラとブッチャーはテレパシーによって意識を共有する。リドラとブッチャーは意識を共有した状態で同盟軍司令部に戻る。リドラが残したバベル -17 で記述されたパラドックスをブッチャーの脳に流し込むことでマルクスは二人の意識を分離する。ブッチャーの蘇生と破壊工作の謎が解かれ、リドラとブッチャー。 クルー一行は戦艦をくすねて、同盟軍本部を脱出する。リドラは戦争を終わらせるため、バベル -17 の改訂版バベル -18 を作る。1970年の早川 SF シリーズのタイトル表記では、バベルイコール17とイコールが用いられているが、1977年の早川文庫 S では、バベル -17 とハイフンが用いられている。 ありがとうございます。